いやー、9月も今日でラストということで、皆様、いかがお過ごしでしょうか小田健です。はい。えー、しみじみな挨拶したところで、今回ホラーゲームなんですが、え <laughs>、新しめのホラーゲーム、こちらですね。はい。ネバーアパートっていうゲームやっていこうかなと思います。いやー早いね。昨日もね、あのー、昨日の動画の終わりでも言ったんですが、もうちょっとでハロウィンということで、近くのスーパーでね、ハロウィングッズがもう売ってました。はい。 今年はコロナの影響で夏休みすごい短かったじゃないですか。だから夏っていう気分を全く味わわないで秋に入ってしまったんで、すごいあっけなかったですよね。はい。そんな感じでしみじみと雑談したところで怖いゲームやっていきましょう。<laughs> あ、ちょ、マイクに手ぶつけちゃった。申し訳ない。はい。やっていきましょう。マウス感度いいね、これ。 えーと絵画がいろいろと飾られておりますが。ていうかね、今日口内がねすごい際どい部分にできてて、あの矯正器具、僕、つけてるんですけど、その器具がね、口内に当たって痛いんですよ。だからね、ちょっと噛んでしまうことがあるんで、えー、ご了承ください、はいまあ。それがなくても噛むことは噛むんですけどね、僕。あこれ、走れないんだ。そして、クリックで選択とかもできない。はいちょっと操作確認です。あちょっとお、オタク ここワンちゃん飼っちゃいけませんよねえ <laughs> ちょ、っとなんか管理人気分でやっていきましょうか。アパート言うてもこれ、そういうアパートじゃないからね、多分。ネバーアパート。えーと、扉をこう、調べるとかできないんだ。はいはい。他は、ここはワンちゃん泣いてたとこだもんね。なんもないと。アンモナイトみたいなこと言ったな、今。 はい、いきましょう同じ絵がいろいろと飾られてんな美術館とかなのかなこれどうなんでしょうあいきなり来るかどうなんでしょうね結構雰囲気良さげなゲームなんでダウンロードしてきたんですけどあれですね PT に影響されて作ったみたいな感じで説明文に書いておりましたうん、なんか絵が怖いって感じでも ちょマウス感度がいいからさ、すごい振り向きがパーンってなったね。<laughs> はい。あれかな、向こうにアナがいるんですかね。じゃあ、エルサ気分で。あっち行って、アナ行きましょうか。わかったよって聞こえましたね、今。<laughs> なんでこれだけ立体的にしたうん。ラジオがさっき急についたんだけど、すごいスルーしてたね、俺。これ浮いてないよね。え、なんでこれ立体的に書いてんの そういう芸術芸術の秋ということで皆さん。よかったですね。お得感ということで。はい、<laughs> 何のお得感なんだろう <laughs>。あ、怖くなってきてる止めて止めてこの雑音あ、なんか喋ってなかった今。はい。えっ、ー、と、私ですね。ホラーゲームは高確率で絶叫してしまうことがあるんで皆さん、音量にはお気をつけて。 鼓膜崩壊注意でお願いします。これ走れないからちょっともどかしいね。このマウスのヌルヌル感に対してこの遅さ。もどかしいですね。はい。ただこの遅さもすごい。あ、開いた。ちょっと怖さを引き立てるみたいな感じあるよね。行こうか。うわーわあ、ボールがある。あ、誰かいるぞアナ <laughs> アナ引きずりすぎだろ俺 <laughs> 男っぽいねはいはいシャイなんでしょうねあーいたいたいたあすごいよくできてんねめっちゃ面白いじゃんわあ違う違う違う誘導されてる馬の鳴き声みたいなのが聞こえましたね今うんランドリーだあえねえねえねえこのコインランドリー猛獣いんのかな 動物園に来ちゃった俺 <laughs>。あ、まただ。えー、なにこれ。このコインラン。あねえねねね,ね今、なん、なんて言ってたのサ,サモハンキンポンみたいなこと言ってなかった今。ジャッキーチェーン好きなのかなはい。私、ジャッキーチェーンね、好きでね、小学生の頃、もう全部見ましたね。とか言っておりますが、 皆さんは何の映画が好きでしょうか。小さい頃ね、僕、洋画にすごいハマってたんですよ。小学校のとき。ツタヤにね、DVD 借りに行って、なんか、ホームアローンのあの、ワン、ツーの男の子いるじゃないですか。あの子が演じてる映画を片っ端から見たり、なんかいろいろしてましたね。これ、コインランドリーとか調べるわけじゃないんだ。うん、コインランドリーを噛んだな、今。コインランドリーって言ったよね。 カレー食べたくなってきたわ。行きましょうじゃあ、カレー食べに。そう。いろいろとね、洋画をね、見てたんですよ。小学生の頃。あれ、こっちでやってるあ、そうだよね。そっから来たんだもんね。さあ、行くか。なんか、映画ってさ、この映画は、字幕で見て、 基本的には字幕で見る方が臨場感とか音とかね、良かったりするんで、見てるんですけど、これは吹き替えがいいみたいなのありますよね。先ほどの僕言ったジャッキー・チェーンとかは声優さんが好きで、あの、ジャッキー・チェーンは吹き替えでね、必ず見てて、ターミネーターとかもそうですね。あと、ホームアローンもそうだし、パイレーツ・オブ・カリビアンとか、ハリー・ポッターとかね。雑談中なんだよ、今吹き替えか字幕問題の雑談中に何来てんの、お前。 すげえ怖え音がななにになに。な何,何,何,何のドゥーンだよ今ねあの全然触れてなかったんですけどここに見えない壁があったんですよ暗くなる前そう暗くなってからも行けなかったんで何なんでしょうかサモハンキンポウの呪いですねじゃあ行きましょうはい本棚とかは調べられない また立体的な絵もあってそして荒れてるんだねうん間取りが変わったドゥーンだったんだ、はいはい、あ手紙がある何だこれ、うん、これズームとかできないのかな見えないねズームしたところで僕英文全く分かんないんで、はい、そんな感じでやっていきましょう皆さんは何の映画がお好きですかうん僕何でも楽しめちゃう方なんで <laughs> 他は特に調べられないかな はいはい。じゃあ行きましょう。これエレベーターうん。行けないね。結構あれです、あれですね。主人公、背が高いのかなそれともこのエレベーターが小さいのかな ?S サイズみたいな。ね、SML 展開のエレベーターみたいなね。じゃあこっち行きましょう。ひたすらこうやってループしていくのかな ?OK。 なんかこういうい PT 系のゲームって、こう、ハイクオリティなゲームと、ちょっと画質が荒いタイプのゲームがあって、それ両者とも結構面白いですよね。これはこれでグラフィックが高くて、なんかリアルな怖さが味わえそうみたいな。あれこれお家なのかなてか、今んとこって何なんだろうねアパートなのそれとも美術館なのえーと、なんかここ、あれじゃない 隠し扉ありそうじゃないバイオハザードだったらここ絶対開くよな。<laughs> ねえ、こういうとこの前にピアノが置いてあってピアノを弾くとここがガーみたいな。そういうパターンない。あとボス戦の前に謎に銃の弾がいっぱい落ちてるっていう。ねなんもないな。この手紙を読んでけってことかな。はい。これなんて書いてんだこの体。 ちょっとーふはははは。<laughs> 完全にバグじゃねえか、今の。あの PT 屋敷の全貌が見えたぞ。<laughs> 全体見えましたね。え、これまた最初からじゃん。なんだよ、今の罠。<laughs> ひどすぎじゃないか。この辺で電気カチャカチャなったよね。てかもうまっすぐ行けばいいや。はい。 結構いろんな雑談しながらこういうところ調べてたんで、もうそういうのなくまっすぐ行きましょう。まっすぐ行ったパターンだったらどうなるのか。ちょっと皆さん一緒に見ていきましょうか。あ、行けるわ。よかったよかった。何の怪奇現象も起こらないまま次に行くっていう。よしよし。そうそう。で、シャイな子がいて、<laughs> はい、ホバー移動ということで。彼の前世はルンバなんでしょうね。 なんんかでここも見えない壁あるんですよ謎にはいチーズよしとらえたサモハンキンポータイムなんて言ってたんだろうね今寒い寒いサルサソースサルサ,サもういいわ <laughs> とりあえず作業の何かを言ってたわうんまあえなんだけどねはい行けなくなってそうこれもう前後に移動できないんですよ うわ、すげえ、耳元で聞こえんな。さっき映画の話かなんかしてたときに、起き来たからそんな怖くなかったんだけどさ、今怖えわ。黙ってやると怖いね。はい。よし、行きましょう。さあ、これで先ほどのところまで来ました。うん。これで向こう行ったらどうなんだろう。いや、また奈落に落ちそうで怖いな。ふふふ。素直に行きましょう。あそこ行ったら落ちたよね。いや、ずるいって、それ。 もう触れないようにしましょうあっなるほどこういう怖い現象が起きてたのねまた見えない壁で阻まれてるうわ <laughs> 追い上げてきたななんか変な黒い袋をかぶった人たちが立ってたね何を伝えたかったんだあっ戻れるよかったー向こう行ったら死ぬんだねすごいなまったな今 どこよりの方言なんでしょう行くでなんかまた来そうで怖い怖さが急加速してる気をつけていきましょう間取りは今回は変わってないここはなんかもう扉扉の前に行くのトラウマになってんなさっき落ちたからささあ進みましょう行けるかなあいけいけいけ さあ何が待ってんだ赤い部屋ださっきさ奈落に落ちた時ちょっと見えたよね赤い通路があったの分かったわ、はい、これのことだったんだねこのゲームの裏情報を知っちゃったからさ怖さが半減した気がするわねちょっとラフな感じで皆さんも見てください来るかな曲がり角ドーンとかやめろよ なんか海外のゲームにしては珍しくじわじわ系ですねこれハハハハ行ったそばからじわじわじゃなくて急にドン来たわ <laughs> 安定的なこのフラグ回収率また手紙が置いておりますねなんだあの男の人なんでそんな私を驚かすのこのラジオは何言ってんだろうね いいけななうわ、暗くなってる。怖え。ちょっと手紙ももう確認したし、向こうから行きましょうか。あ、なんだなんだなんだ。壊れてきてる。やめてよ。急にドーンっていうのは誰でも驚くからね。うわ、変わってんじゃん。なにここ。要塞みたいになってるね。あねこれ。防音室。歌えるじゃん。 歌ってみてやろうよここで「ななななンなタなタなンなタたタた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 たタタたたタン」「ジャッキーチェーンつながりではいうん何て書いてあるんでしょうね言語の壁ってのが一番恐ろしいですね全く伝わらない」「はいよくわからず扉が開きましたね ジャッキーチェーンの BGM 歌ったところで行きましょうかここは何病院かな安置所何なのこの放送は <noise> 今一押しの放送なのパスコードがあるあこれ打つわけじゃないんだ全部の部屋についてんだ <noise> なんだなんだなんだ <noise> 何多分一通り聞いたら怖い現象が起きてくるんだろうねそれが戻るかあやっぱりこれビリビリってなったら怪奇現象が起きてあそこ通れるようになるみたいな <laughs> あっ鳥肌立った今さあ行きましょういやーこ,これ動きそう 動かないでねあ。よかった。願いが通じたあ、パチッふざけんなお前。扉が開いたわ。行きましょう。なに、ここうーわ、やっぱりアンチ女ださっきの黒袋の人たちが、ひたすら寝っ転がってんだけど、ね、寝っ転がってるってなんかすごい、カジュアルな言い方しちゃった。なになに、このラジオは。あったっけ いいよそんな質問しなくてもう動けなくなってる固定されたわこの空間にこっち行けないあこっち行けるわ戻れるあ戻れないえー、ここにいないといけないの何次は何が起こるのまた最後ドーン来るうわーまたこっから聞こえんだよなここに BGM 設定してんのかな <laughs> <laughs> すげえめたいこと言ったな俺、はい。仕方ないよだってゲームの裏側見た後だもん。そういうこと言っちゃうよ。音が結構リアルですねこれ。なんか立体音響というかさ。ああなんか視野が固定されちゃった。あまた最後あれかな。コインランドリーに現れた男の人の影が映ったね。あの前世がルンバの人。<laughs> スライドをしてった人かな今の。 はい。ということでですね、僕、こういう海外の新しめのゲームとか、珍しいゲーム、ホラーゲーム、バカゲー、ぶっ飛んだゲーム、いろいろやってるんで、ぜひチャンネル登録もお願いします。昨日ぶっ飛んだゲームあげたんでね、えー、見てみてください。結構ね、精神崩壊しそうなゲームで、あの、サムネちょっと <laughs> 怒られましたね。<laughs> 怖えよ、なんだこのサムネみたいなね。はい。まあ、そう言わず、ちょっと目をつぶっていただければと思います。今回は雑談多めな実況になりましたね。 はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また、次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。